立ち合い。立ち合いとは、相撲において、両力士が尊虚の姿勢から立ち上がって、取り組みを開始する瞬間のことを言う。力士同士が呼吸を合わせて、立ち合うのが語源。審判など、第三者によらず、競技者同士の合意によって、初めて競技が開始されるという意味で、対戦形式のスポーツの中では極めて稽古な形である、詩人ジャン国党は、 バランスの奇跡と称えた。なお、行事の掛け声である、八巨い、八気揚々、八気酔い、残ったを、立ち合いの合図であるという認識が広く浸透してい,いが、これは誤りである。アマチュア相撲においては、スポーツとしての整合性などから、競技者同士が両手をついた状態で、審判が競技開始を合図する形式も取られている。普通は、尊虚の姿勢から立ち上がり、 両者目を合わせつつ腰を落とし、上体を下げ、片手をつき、両者の合意の成立した時点でもう片手をついてから、相手にぶつかっていく。気が合わない場合はこれを中止して、気が合うまで繰り返す。かつては、気が合うまでは、いくらでも繰り返し、時には1時間以上も仕切りを繰り返していたが、1928年1月場所から、 制限時間が設定されているラジオの大相撲放送開始に合わせたものである。制限時間は呼び出しが東西の力士を呼び上げてから勝負審判の時計係が,が測り始める。この時間は当初は幕内10分、重量7分、幕下5分であったが、1960年代からは幕内4分、重量3分、幕下以下2分と定められている。現在では、 大相撲を、はじめ多くの土俵に2本の仕切り線が引かれ、それより前に手をついて立ってはならないと定められている。仕切り線上に手をつくのは認められる。これも、制限時間導入と共に定められた。古くは、互いの立ち位置まで、すべて立ち合う、両力士の合意に基づいて行われた。両者が頭をくっつけ合って仕切る写真も現存する。相手を、特定範囲の外へ出せば、 勝ちとなる競技で、競技開始位置まで競技者同士の判断に委ねられていたというのは、近代的な視点では、おおらかというより大雑把と言うべきであるが、それで問題が生じたという逸話もなく、ことさら立ち位置によって、有利を得ようとする力士もいなかったのだろう、と解釈されている。直し切り線より後ろに下がる分には特に規定はなく、好きなところで仕切ってよい。近年では、 前の海の奇策を警戒して、高藤力が徳田原一杯まで下がって立ち会ったこともる。相撲において、立ち合いは勝敗において、非常に重要な要素である。十五尺四点五五メートルという小さな円の中で巨大な力士が戦い、短期決戦が当たり前という勝負の性質から、立ち合いにおいて一度有利な状態を作られてしまった場合、それを挽回するというのは、 非常に困難である。俗に立ち合いで8割が決まると言われるのは、このことを示唆していると言えよう。制限時間設定後、だんだんと制限時間いっぱいになってから立てばよいという感覚が蔓延しており、今や制限時間前に立つことはごく稀である。しかし、本来は制限時間は制限時間までに立つことという規定であり、2回目以降を 仕切り直しというのはそのため、双葉山や大砲に対し、奇襲として、制限時間前に立った力士、龍王さん、大雪は、それぞれ一回の仕切りで立ったがいたが、両横綱とも待ったはせず、受けて立ちまさった。水戸泉が大量の塩を大きく撒いたり、朝昇龍が拳で回しを叩くポーズや貢献性の、気合注入ポーズ用に時間いっぱいになってから、 個々の恒例儀式を行う力士には、時間前の仕切りで立つ気がないのが明らさまであるとして、批判する声もある。過去には、高野花対藤桜、玄中村、麒麟寺、玄北人対藤桜など、役力士であっても時間前で立ち会って、観客を沸かせた取り組みも多かったが、2000年代以降は、極端に減っていった。近似では、北桜、玄式秀などがしばしば行っていた。 最近の関取同士の取り組みで時間前の立ち合いが見られることは滅多にない。しかし、2013年3月16日、3月場所7日目の結び前の対峙天空戦において吐く方が、時間前の立ち合いを仕掛け勝利しているなど、現在でも稀にではあるが見ることができる。以前は高遠力、波の花、ことに式など、いわゆる、 速攻相撲を得意とする力士が、時間前に立つことが多かった。立ち合いのルールとしては、日本相撲協会の寄付行為最速の勝負規定第五条に、明文化されている。寄付行為最速の文章を読むと、手のひら、これも、握り拳とは限らない。手のひらには、手のひらという意味もあるを下ろすと定められているわけで、立ち合いで土俵に手をつかなくてはならないとは決ま、いない、ことになる。 寄付行為最速の勝負規定では、紙が土俵についたら等の、つくという言葉が品質するので、下ろすと、つくは明らかに違う行為を指していると解釈できる。つまり、立ち合いの乱れは、勝負規定にも定められていないほど、立ち合いを厳しく解釈することが前提になっている。大砲、北の海の頃には中腰から、いきなり勝負が始まっていたが、この時も、瞬間、 手のひらを下ろすという動作はしている。よって、勝負規定にはかなっているという解釈の余地が生ずる。しかし、アマチュア相撲とは、かなり異なっているので、学生相撲出身者が、プロは手をつかないから合わせにくいと言ったという、笑い話もある。スポーツ科学的には、両手を土俵上まで下ろして立つ方が威力が増大することが、実証されている。 陸上競技の短距離走のスタートの原理ともにて、実際に陸上競技の経験がある千代の富士は速攻の立ち合いで威力を見せた。1960年代以降は前日の通り立ち合いの乱れが徐々に進み、1984年7月場所まで多くの力士が腰を荒らず、仕切り線に両手をつかないで立ち上がりさまでしばしば問題視されたため、1984年、 九月場所より、教会主導のもと立ち合いの正常化が徹底され、両者とも両手をついての立ち合いが義務化された。その後は、理事長の交代などにより、振幅がある。例えば、1991年九月場所からまったに、罰金が課せられたり、現在は、廃止、数年に一度立ち合い正常化のための研修会が行われた。その後、北の海理事長時代は、呼吸が合えば、 両手をつかなくても見逃される風潮があり、再び乱れが問題視されていたところ、2007年以降相次いだ、各界不祥事に対する改革の一環として、2008年9月場所に武蔵川理事長、当時主導のもと再び立ち会いでの両手付き徹底の方針が打ち出され、手付き不十分の場合取り直しも辞さずという厳しい対応が取られたが、場所入り直前の方針転換という異例の事態のため、 審判部の間でも統一した見解が取れず、厳しく取り直しさせる場合がある一方で手をついて、いなくても見過ごされる場合が多々あり、現場でも混乱生じた。なお2015年現在でも立ち会いは両手をついて、行うこととする審判部の方針は変わらず、支度部屋にも、同様の注意書きが貼られている。現在でも手つきが、不十分でありながら立ち会い成立として見過ごされる。 事例は、ただある。片手だけついていて、もう片方の手がついていないのが、明らかに確認できながらも、立ち合いとして成立してい取り組みが多く参見される。立ち合い直後の動きとしては、力士にもよるが、といったものが挙げられる。このうち、上の四つは、ひとまずぶつかって、前に圧力をかけるもので、相撲の取り方として正当なものとみなされる。また、 こもよっつ相撲の力士では普通に見られ、実際には引き手を引きつけつつ、体は前に圧力をかける。後のものは一種の奇襲と考えられる。一発勝負としてはありであるが、大相撲ではこれを繰り返すと批判を受ける。特に横綱や大関が、会に対して、これを行うと、時にブーイングを受ける。解説者のコメントとしても、変化も相撲の技だし、空法も悪いと言いつつも、 お客のことも考えろ。有望な若手に対してこんなことをしていては強く、慣れないと変化した力士よるのが一般的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。